ファルスタッフは、ジュゼッペ・ヴェルディ作曲、アッディー・ゴボーイと改定による三幕のオペラ作品。原作は、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、ウィンザーの陽気な女房たち。ファルスタッフは、ヴェルディが80代目前に制作された、彼の最後のオペラであり、26作に及ぶ彼の、オペラ作品の中でわずか2作しかない喜劇のうちの、一つである。また、 19世紀半ば以降に書かれ今日も上演されるイタリアオペラとしても、喜劇は他に、プッチーニの中編、ジャンニス・キッキが挙げられる程度である。シェイクスピアの劇を題材とした、ベルディのオペラは、マクベス、オテロに次いで3作目となる。同じ原作によるオペラには、リッター・スドルフ、ウィンザーの陽気な女房たち、サリエリ、ファルスタッフ、バルフ、ファルスタッフ、アダン、 ァルスタッフなどがある。半世紀先行して、夫に古来によるドイツオペラウィンザーの陽気な女房たちも知られるが、こちらは今日では上演機会はずっと少ない。初演は1893年2月9日にミラノのスカラザで行われ、大成功を収めた。直前の作品であるアイーダやオテロほど爆発的な人気を得たわけではないものの、 ファルスタッフは、その高尚さと、音楽的創造性のために大好評となった。以下に、ファルスタッフのあらすじを示す。時は14世紀初頭のイングランド王ヘンリー4世地下。舞台は、中部イングランドのウィンザー、ガーター邸の一室。ファルスタッフは、従者バルドルフォトピストーラ、酒場の主人らに囲まれている。ドクターカイウスがやってきて、 ファルスタッフの従者らが強盗を働いたと非難するが、気が立っているドクターはすぐに退出する。ファルスタッフは従者たちに手紙を握らせ、フォード夫人とページ夫人に届けてくれるよう頼む。これらの手紙は立派な女性たちに対するファルスタッフの恋愛感情を意味しており、彼女らを誘惑することが目的であった。しかし、バルドルフォとピストーラはそれを拒絶し、名誉にかけて、 彼の命令に従うわけにはいかないと主張する。ファルスタッフは代わりに近所に手紙を持たせ、従者たちに向かい合い、彼らを追い出す。場面が変わる、フォードの庭園。アリーチェとメグは、それぞれのことが書かれた、ファルスタッフの手紙を受け取る。彼女らは手紙を交換し、クイックリープ人と共に、この騎手を懲らしめることを決める。彼女ら三人はまた、 娘、ナンネッタをドクター・カイウスと結婚させようと計画しているフォードに対してもあまりいい感情を抱いていない。彼女らが決めたことは実際には行われない。一方、フォードはバルドルフォ・トピストーラによって手紙のことを知らされる。彼ら3人は異種返しを渇望する。短いフェントンとナンネッタの愛の二重症が後に続く。女性たちは家に帰り、 クイックリープ人を通じた女中がファルスタッフを密会に誘う。男性たちも場面に到着し、バルドルフォとピストーラは変名を用いてフォードをファルスタッフに紹介するようと寄付せられる。第一幕第一場と同じ部屋。バルドルフォとピストーラが過去の罪に対する許しを求めるふりをしながら、主人の到着をクイックリープ人に告げる。フォードはシニョール・フォンタナとして紹介され、 太った騎士とフォード夫人との仲を取り持つためのお金を要求する。ファルスタッフは喜んで同意し、彼が部屋で素晴らしい衣装を身につけている間に、フォードは嫉妬で焼けるような思いをしている。場面が変わる、フォードの家の部屋。クイックリープ人がファルスタッフの来訪を告げると、フォード夫人は大きな洗濯カゴを用意する。ファルスタッフの女性を誘惑しようとするクアガテは、 刑事夫人が到着したというクイックリープ人の報告によってすぐに妨害され、ついたての後ろに隠れることを余儀なくされる。怒ったフォードがファルスタッフを捉えるべく姿を現すと、ファルスタッフは今度は洗濯カゴの中に隠れる。その間に、ついたての向こうではフェントンと何ネッタの恋愛の場面が展開し、そこにフォードら男性陣が帰ってくる。 接吻の音を耳にした彼らはファルスタッフを捉えたと思ったが、そこにいたのはフェントンだったので、彼はフォードに立ち去るように言われる。男性たちが再び創作のために出ていくと、女性たちはファルスタッフが隠れたままの洗濯カゴをドブに放り込み、ファルスタッフは人々のあざけりに耐えなければならなくなる。宿屋の前、ファルスタッフは陰鬱な気持ちで世の中の惨めな様子を呪う。 しかしワインを飲むと、すぐ彼は、気分が良くなる。太った騎士は再びクイックリープ人が招いていることを、男性たちを通じて知る。最初は、半信半疑だったファルスタッフが、黒いカリウドの装束を着て、ハーンの菓子の木へ行くことを約束した後、彼は、クイックリープ人と共に、家へ入り、男性たちは彼を懲らしめる計略を仕組む。ドクターカイウスは、何ネタに腕前を見込まれ、 彼女の変装について聞かされる。その計略はクイックリープ人に聞かれていた。場面が変わる、ウィンザー公園にあるハーンの歌詞の木、月明かりの真夜中。女性たちはフェントンを修道士に変装させ、彼がドクターカイウスの計画を邪魔するよう準備する。ファルスタッフの報道夫人との愛の場面は、魔女たちがやってくるという知らせで妨げられ、 エルフや妖精に噴した男たちがファルスタッフをすっかり、打ちのめす彼らの一種返しが済むと、ドクター・カイウスは、自分が妖精の女王の衣装をつけたナンネッタの代わりに、バルドルフォを捕まえていたことに気づくが、一方で、フェントンとナンネッタは、フォードの同意を得て結婚する。ファルスタッフは、自分が、ただの間抜けではないと気づいて喜び、世の中すべて冗談だと賛美する。ベルディが、 ファルスタッフのスコアで使用する指示をした楽器は以下の3巻を編成である。これに加えてギターナチュラルホルン、カネなどが舞台裏から聞こえてくると指示されている。約2時間。あらすじの解説はデオメリッツ、ザ・オペラ・ゴア、エス・コンプリート・ガイドを参照。ありがとうございます。